普段、まあ、さっきも言ったんですけど、コンテンポラリーダンスの分野で、まあ、ダンス作ったり踊ったりしてることが基本にしてるんですけれども、さっき塚原さんからもお話しいただいたんですけど、神戸市長田で開催された下町芸術祭に参加して、その時は公募で、募集した8人の人たちと共に、新長田の駅前の鳩をとにかく眺めて、鳩っていうのをテーマに、展示空間というか、下町の路地中にある喫茶店で、鳩の展示しながらコーヒー出すっていうのを、まあ、大体3週間ぐらいやったっていうのが、まあ、去年、ニューフィールドワークって呼んでやった。まあ、私はこれまで専門的にフィールドワークしてきたりとか、まあ、動物学をちゃんと学んできたっていうわけじゃなくて、まあ、あくまでダンスの分野で活動してきたんですけど、まあ、簡単に言うと身近な動物をまあ調査して、まあ、勝手に独自の方法で、まあ、その身近な動物っていうのはどうやったら調査できるかなとか、まあ、なんか素人ながらもどうやったらアウトプットできるかなっていうのを、まあ、フリースタイルにやってみたらなんかわかるかなっていうことで、やってみたのが、まあ、この企画っていう感じで、まあ、その京都編っていうのができたらいいかなと思ってるので、今回は京都の鳩をリサーチしたいなと思ってます。で、まあ、京都の鳩って言ってもすごいこう、まあ、鳩っていうのはどこにでもいるし、たくさんいるので、ちょっとどっから手つくことも思っていて、まあ、一つの場所に集っている鳩から始めて、まあ、そこから派生していくのがいいかなと思ってるんですけど、まあ、今思ってるのは、ロームシアター京都の中庭に結構鳩が集ってるっていう印象があるので、まあ、そこから始めてみて、まあ、近くに芝生広場があったりとか、まあ、スタバがあるから、そこに人が集ってて、そこにこう餌求めて集ってる鳩とかもいるので、まあ、そこから始めてみようかなと思ってます。で、まあ、なんで鳩か、まあ、鳩かというか、昔から動物が好きで、まあ、本当にただただ外にいる動物を眺めてるっていうことは昔からよくしてたんですけど、まあ、特に鳩はどこにでもいるし、こう群れとして集まってるので、こういろんなことが起こってて、まあ、眺めてるだけでも面白いですけど、眺めてる割にはあんまり鳩のこと分かってないなってある日思いました。で、もうちょっと集中して鳩を眺めてみたら何かわかるかな、まあ、知ってる場所もちょっと違う視点で見ることができるかなと思って、まあ、始めたっていう感じです。はい。まあ、一個鳩を観察してるときに自分に対してルールとして課してるものがあって、まあ、それを鳩に直接アクセスしないっていうことで、例えば餌やったりとか捕まえたりとか、鳩って結構見た目が本当に似てるので個別の判断っていうのがすごい難しいんですけど、その個別の判断したいと思って、まあ、印つけるとかっていうことはちょっとやめとこうと思ってて、まあ、あくまで本当に見て知れること、あと分かれへんっていうことも含めて何が分かるかなっていうことを、まあ、数ヶ月かけていろんな方法で記録していきたいなと思って結構でも展示の中で個別の判断ほぼできてましたよね。その新長田駅前の鳩に関しては。います。いや、なんかね、あれ、まあ、すごい白い鳩がいて、ああ、そっか、そうですね。そうなんですよ。すごい白い鳩はやっぱり目立つので。その白い鳩はよく分かって、まあ、飛び立っていたので、本当に走って追いかけていったりして、子育て中の巣見つけたりとか、つがいの旦那、まあ、旦那というか、まあ、つがいのオスが、まあ、よく見るタイプの灰色で、
鳩ってこう灰色で羽のここら辺に日本黒い日本線が入ってるんですけど、それをハイジビキっていう種類の柄らしいんですけど、まあ、よく見るタイプの灰色のハイジビキだったので、旦那さんはそういうタイプだっていうのは分かったんですけど、ただ他の鳩に紛れるとその白い鳩のつがいがもうどれか分からへんくなるのがほとんどで、まあ、見た目に特徴がある、まあ、めっちゃ白いとかめっちゃ特徴的な柄があるっていうものは分かるものもあるんですけど、それも2、30羽いる中の5は分かるかな、分からへんかなぐらい。ただまあ、去年のその神戸でやってた時は、鳩の相関図を作りたいなと思って始めてたので、まあ、相関図を分かるためには個別の判断が必要だし、この鳩とこの鳩が家族やとか、この鳩とこの鳩が親子やっていうことが分かることで関係性を探っていこうと思ったんですけど、まあ、そもそも鳩の個別判断っていうのが難しくて、まあ、それを分かるために、まあ、写真撮ったり、映像撮ったり、スケッチしてみたりっていうことで、まあ、観察者が記憶に残りやすいように、第三者に、この鳩がこの鳩ですよ、こういうことを伝えるために記録を重ねてた。まあ、今年もちょっとその、鳩の記録の仕方っていうことに工夫しないと、やっぱり個々の判断が難しいかなと思って。で、まあ、1話でも2話でも3話でも分かるものがいたら、多分そこを皮切りに、こう、分かれていくかなと思ってるので。なるほど。めっちゃはい。楽しみ。なんか多分、多分っていうか、ロームシアターはもう、京都エクスペリメントの、なんていうか、主催団体の一つというか、主催団体だからってことじゃないんだけれども、なんかもしかしたらこういう情報欲しいとか、なんかこういうの見かけたらちょっと写真もし可能やったら撮ってほしいとか、なんかわかんないけど、なんか協力をお願いできたりするのかなと思ったりもしました。なるほど。ちょっとわからないですけど。なんかちょうど今送ったんですけど、何やったっけ、ちょうど2年前ぐらいに僕の、ちょっと学部違うんですけど、学生の作品で鳩の作品やってる人がいて、まあ、作品というかリサーチかな。ちょっと僕も詳細、なんか今写真を掘り返したら見つかって、それはとりあえずある情報だけ話したんです。確かなんか結構、鳩の歴、結構僕、これ鳩の歴史みたいなのを辿ってたのが結構面白かったのがあって、どこから来たみたいなのは確かにな、みたいので、そういう、まあ、多分、フィールドリサーチと歴史分析みたいな話だとは思うんですけど、ちょっと内容全く詳細は、でもなんか確かに、鳩がいつからいて、多分地域によってもしかしたら違うのかも、振る舞いとか違うのかとか、そういうのも結構面白いなと思って、ちょっと今、雑な情報ですけど、送ってみました。なんかどっから来るのか。そうなんです。なんか去年その神戸の鳩を、まあ、見てたっていうこともあって、神戸と京都でちょっとなんか京都っぽい鳩ってこういうのやねっていうこととかって分かるんかなっていうことは考えたりしてたんですけど、すごいざっくりとした主観で見ると、ドームの周りの鳩は神戸で見てた鳩よりちょっとでかいなとか。食べてるもん違うでしょうかね、物理的に。それで言ったら。面白い。もしかしてその観光で出入りしてる人が多いから餌もらえる確率高いんかなとか、ああとるは、かもしれないですね。京都の夏って本当に、なんか人がイライラしてるような暑い日は結構鳩もいろんなところで喧嘩が勃発してるとか。もあったりして、なんかそういうことから京都っぽい鳩とかも、なんか、これもちょっと余談でなんですけど、娘が、鳥の鳴き声を聞こえると、絶対カーカって言うんですよ。それはなんか、あらゆる鳥の鳴き声を全部把握、なんか、認知するんですけど、それ僕ら普段聞いてないんですよ。聞いてないんです。あ、カーカって言って、確かにみたいので、
あと、音があって、多分、鳩の鳴き声とかも結構普段聞いてるけど、聞き逃してる可能性があるので、それの空間の中の結構占めてるかも。意外と、見えてないけど、おるみたいなのもありそうやなと。面白いですね。京都の鳩って鳴き声が違うような気がしてたんいでや、すけど、怪しい、それは。それは怪しいでしょ。そんなことないよね。そんなことない。いや、なんか、ふうふう、ふうあ、そうそう、ふう、ふうふう、それ、デフォルト、ふうふう。それ普通。え、それって一応バンコク共通。バンコクなのかこれでもな？ね、鳩、鳩、くるみたいな感じちゃう？それもあると思うんですけど、なんかね、大阪って鳩あんま見ないからかな。大阪の鳩で、ふうふう、ふうふうパターンをね、聞いたことがないような気がするんですよね。ついに、ぜひ。ドバトじゃなくて、何っけ、もうキ一ジ個、バトス。あ、以上、キジバトだ。あ灰色の鳩じゃないんですよ。あ。あ、違う。鳩じゃない。ああ、なるそうほじゃない。ど。キジバって違う種類の鳩何で、種類なんや。灰色のよく、そのローブの前とかにいる鳩は、なんか多分方法っていう鳴き方はしなかったと思う。すいません、ちょっと基礎これ的でな知も、識がまだ欠けて。そもそもみんなに鳩の鳴き声やってくださいって言うだけでも面白いと思確かに。いろんな人に 確かに。全然みんな違うかもしれない。それによって出身というそか、うっすね。住んでるとこ分かる。そんな分かる人いるかな？ね、ファイナルファンタジーなんて略してたみたいな。そうっすね。マクドンみたいなやつ。なるほど。ちなみにそのペンダントは鳩ですか？これ、鳩だったらよかったんですけど、それ違うんですね。ワメかな。なるほど。はい、ありがとうございます。内田さんが言ってたとき、話したとき思ったんですけど、鳩って、ドメスティック、街中で生きてて、ドメスティックでも、ドメスティックだけど、なんか野生でもないし、そのなんか、人間と自然のなんか間に生きてるから、すごい面白いなと思いました。なんか、その人間との距離感みたいなのが、歴史的に考えても、メッセンジャーとして使われた鳩とか、もいるし、なんかその人間との距離感って考えると、ペットではないけど、割と近いとこにずっと人間と一緒に住んでる動物だなと、見てて思いました。ありがとうございます。なんかこの間、鴨川歩いてたら、ぶつかりました、鳩に。動くと思ったら、動かなくて。だって、そっか、みたいな感じで動かないんだ。なんかその距離感とか、なんか一緒に街で生きてる距離感っていうのが、まあそのリサーチでもいろいろ考えたと思うんですけど、すごい面白いなと思いました。なんか30年ぐらいかけて、鳩って、避けなく、より避けなくなってるような気がするんですよね。なんかそういう なんかで、スなれ、テルシーと人いう間っか。ぽく。なんかスペースを保つようになって、わかんないけど。なんか去年一緒に観察してた子が、鳩は結構一定の距離感でこう、配置されてるから、なんかパーソナルスペースあると思うとか言い出してる子はいました。鳩のパーソナルスペースはどこまで？楽しみです。あとあれですよね、今、京都大学じゃないかもしれないですけど、松原さんってカラス研究の方の本、この話、多分したっけ、内田さんと。B1 でトークで一度、そうですよね、そうですよね。すごい、ね、参考になるかなと思ったりもしました。あの人、それこそ、鴨川のデルタ地帯のカラスの縄張りを全部線で書き起こしてましたよね。めっちゃ面白いな。松原先生のお話をその B1 で聞いたときに、どうやってカラス調べてはったんですかって言って聞いたら、本当にノートとペンで出てたっていう話を聞いて、私もフィールドワークのこと全然知らなかったんですけど、そのことだけがすごい印象に残ってたので、
去年の神戸のリサーチの時は私も 追っかけるっていうのが一個方法としてあるんかなと わかりました。ちょっとまたじゃあいろいろ楽しみしてます。よろしくお願いします。思ってます。お願いします。